両チームのスターティングメンバーです。まずホームの群馬です。前節から中3日4人を変えてきました。ゴールキーパー串引き、小島、渡辺、畑尾、山中の最終ライン、中盤中央岩上と内田、右に高木、左に山根、北川と平松の2トップです。この横浜 FC も前節から4人変えています。ゴールキーパーブローダーセン、中村拓海、岩竹、武田、中盤高橋と手塚、中央にいて伊坂善員、山下、そしてシャドウ小川と長谷川、最前線今シーズン初先発の渡辺和真が入っています。岩上から松井、いい形で中、山根入っていく、シュートだ。いい形を見せました群馬です。いい形ですね。サイドやってきましたよね。顔が上がったところでフィニッシュ。もう少しね、ラストパス中を狙ってきました山下。いいボールダッシュから逆サイド、伊坂にダイレクト乗り返す、長谷川、長谷川ブロックに入った、小川しのいだ群馬。横浜 FC 決定機でした。渡辺和真が狙っています。もう一度セカンドボールを噛むし、渡辺和真を収めて小川、柔らかいボール、長谷川、横浜 FC 先制。24分、2試合連続先制ゴール、長谷川。いや、よくこの狭いところからね、このパス出しましたね。小川前向きでしたからフィニッシュ狙うかなと思ってたんですけれども、まあ、1人動いた動きをよく、ね、見てワンタッチで、ね、ボール流し込みました、まあ、非常に後ろから来たボール難しかったですけどもね、これ長谷川ね。ここでまた武田がフリーになってクロスが入る。セカンドボール、浜口早めのボール、長谷川ポストです。串引き触っていました。串引きよく、ね、触ってですね、はいはい、触ってポストだったんですね。ここは MC コーナーキックのチャンス、合わせた、追加点。渡辺和真、今シーズン初先発で結果を出しました。もう一人でね、完全に持って叩ける状態でしたね。ただボールが非常に良かったですね、はい、チャンスになる横浜 FC。 坂全員運んでいく、シュートだー。3点目、リードを広げます。42分、いや本当ね、いい形でボール、まあ、自分たちの方になったんですけども、はい、思い切りよく、ね、振り抜きましたよね、まあ、クロスのところでいうと1枚しか中いなかったので、もう最初からあのフィニッシュっていうイメージは、ね、あったんじゃないでしょうかね。この立ち上がりも群馬がいいボールダッシュ、加藤、外を使っていいパス、折り返した、フリーだー、1点返した、平松、群馬後半の立ち上がり1点を返します。同点ゴール、まず1点を、ね、取るところという話しましたけれども、やはりボールを奪ってこうボールを追い越す動きたくさん出てきますよね。その中で最後落ち着いて、加藤のパスもそうでしたし、この奥村も落ち着いて空いている選手を、ね、選んでという形になりましたね。山根、裏を取る、チャンスになる、クロスだ、あーいいパスだ、あー2点、素晴らしい、群馬1点差。また稲葉決めた。やはりね、いい形に、いい状態でボール持った時に背後を作ったことですね。そして最後のパスも非常にこう失わない、つけて奥村、シュートだ、いやー3点目だ、追いついた群馬、素晴らしいゴール。まあ、ここでずっとボールを失わずにいて入ったボール、ここちょっとね空いたんですよね、横浜 FC からすると。少しこのボランチが
いない状態になってしまって、このラインからよく落ち着いてね、ポストに当たり流れでしたけどもね、落ち着いて巻き込むボール打ちましたね。まあ、そういう展開ではありますよね。はい、ワーサイド合わせた、止めた、いや詰めた、入らないか、ブローダーセンターナイスセーブ。山根から平松競り勝つ、抜ける加藤、抜けた、逆サイド入っている、深森、チャンスだ、シュートだ、止めた、ブローダーセンスーパーセーブ。いい出足で山下奪った、カウンタークレーベ、松浦、逆サイドフリーになっている、中央山下だ、サウロミレーロ3対3の同点。跳ね返してカウンター3対2、逆サイド加藤が空いている、中央張っていって加藤だ、折り返した、合わない、ここでタイムアップの上、倒れ込む選手が多いのは群馬、ただ3点ビハインドを追いついてのドロー、凄まじいゲームになりました。